はいどうも、先に言っておきます。アルガス騎士団手に入っておりません。前回ブワーって飛ばした方へのメッセージ手に入ってないです。まあとりあえず進めてみましょうということになりましたので、まあフィールド探索、お敵が新しい敵ですね。もしかしたら進めていくと別のストーリーが始まって、あの息子が毒とかそういう流れになるんじゃないかなって思って、まあ、とりあえず進めてみようと。5000ゴールド突っ込んで出なかったのでっていうのもあります。全然金持ってねえ、やべえここやべえぞ。カード出すで金使わせて全然金落とさねえ敵を置いておくっていうやばすぎでしょ。これはやべえぞと。祠がありますね。これは何だろう、今までの流れから言うとこれは修行の祠のような感じはしますけどね。聖水はいらんのよね。ああやっぱそうですね、ここは修行の祠で、まあ修行していきます。ここではちょっと趣を変え、カードバトル勝ち抜き戦じゃと。ほう、どんなカードを使う。あ、やっぱここでテクニックを磨く。でもおあつらえ向きですわ。勝ち抜くとゼータが、あーめっちゃ買ったから超絶対勝てる、絶対に勝つ。おい勝ち抜き戦、これで勝負だと。しょうがねえな、付き合ってやるか。どうする、ドライ戦あたりで様子見るかな。使わねえよ、楽勝だろ。ジムキャノン、はい、いった、勝った。負けないぜと。ほら、もう喋るねえ、ムムムムっつってるよ。黙っとけ。暴力反対、とりゃーと。一発じゃ。見逃して。ムムムム。思った以上にダメージが入らないって。あと2発、最低2発は必要だよな、あのヘリからすると。あ、いけるね、気合の一撃。大丈夫 OK。 よし、こっちも気合の一撃。3回目で気合の一撃が出んのかな。でなんで敵が先行なのかよく分からない。ちょっと雑魚でもいい。あ、まあまあちょっとずつ強くない。リガジ、ジムコマンド、リックディアス。ちょっと怖いな。いや、怖い。あれ、なんか弱くねえか。もうちょっと800ぐらいのやつ、ちょっと待って。でも後々取っとかないと厳しいよな。ちょ待てシャシャリ出てくるな。アムロ、リックドーム、まあ、リックドーム、あれドライセンあるじゃん。ドライセンでいいわ。え、ドライセン何回でも使えんの。いや大丈夫っす。ヤザン大丈夫。え、ドライセンでいいじゃん。もうだって、あ、何回でも使え。あ、じゃあドライセンじゃなくていいわ、余裕でしょ、この野郎。暴力反対、とりゃーっ、ガチャー、この野郎。あ、3ターンで別に気合の一撃が出るわけではない、強烈な一撃だと。やっぱり確率か。たまたまさっきは3ターンで両方出たけどってことがめっちゃいるし。え、じゃあ俺さ、もう
もっと強えやつだよ。いたよな。あれジオン親衛隊、ジオン親衛隊でいいわ。あ、ヘルプ、ヘルプ、コンスコン。あ、間違えた。ちょ待って、もうちょっと強いやついない？ゼノンマンスター、アルガスシャドウ、あ、弱えな。結局 HP だよね。え、ジオン親衛隊でいいじゃん。もう、イラ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 。親衛隊、親衛隊のくせに、どう見ても一人。遊んでやるか、早くやろうぜ。たーうーん。強烈。いや、HP バー、バー超えてる。バーがいっちゃってるやつ。全然減らない。強烈でもなんでもない。強烈な一撃だ。強烈でもないよな。強烈。気合いの一撃。もう親衛隊。もうアルガスが修行してジオンを使うっていう。めっちゃ長いな、これ。安定のジオン親衛隊ですよ。いや弱えし。これブドウ酒、もう一撃下手するとこれ気合いの あの HP だとさ、気合いの一撃で一ターンで終わる可能性あるわな。クロッキーと強烈腹立つな。その強烈腹立つな。全然強烈じゃないっていう。よーし、勝負にならんと。いや、だいぶいるな、だいぶいるな。ただ最後の一人になったらちょっとヘルプ使う、何か使うかもしれない。動物の肉か。消えてしまえ。暴力反対、ヘルプカード、ヘルプカード使ってさらに自分のターンで攻撃できるのか。ってことはヘルプカードは相手が攻撃したことに対するなんかカウンター的なやつな、位置づけかな。あ、でもこれはダブルで攻撃し、ダブルつうか、まあ一旦ごとにあってどっちが先攻撃するかは分からないってことか。なるほどね。何回か使ってもしこれなくなったとしてもジオン親衛隊の他にいるから大丈夫。まあでもこれある程度買っといてよかったっすね、これ。まあ他にもいたけど、いるけどね、強いやつ。今のところこのジオン親衛隊が HP2900 だから超余裕っていう。今までのこの子供の敵を見てもある程度 HP あるものを、あるカードを持ってればクリアできるよね。一番強いのがガンタンクか、ガンタンクプラス肉のカードみたい、肉のカードでしたもんね。最初のドライセンだっけ、あいつでも全然余裕ですものね。 HP のバーが減らないっていう。減ってんでしょうけど、ね、
大丈夫っす、強烈消えてしまえと、カードごと消えてなくなれ。消えぜ消えぜ、もうジオン親衛隊のヘルプにブレックスを、まさかのコラボですよこれ。これブレックスをヘルプで控えてるけど出番ないわな、完全に出番なし。いや今思えば第3章、2章、3章が一番きつかったよね、あそこが。気合の一撃入ってもバーが減らない。ジオン、つえーな。つえーわ。あ、最後か、これ。いや、最後はさ、やっぱり、アレックスだろ。アレックスで、アレックスでしょ。ちょっと違う。声やばくねえですか。大丈夫かこれ。ヘルプアレックスで石になっちゃった。マッドゴーレムじゃん。ボスじゃん。ズシーン。まだまだ。ヘルプか。やばいやばいやばい。大丈夫大丈夫。相手の動きが止まった。ナイス。ちょっと焦った。自分の動き止まっちゃうんじゃねえかって。大丈夫か。あー、うわー、これチートヘルプカードじゃん。チートヘルプカードやばこれやばいね。あ、そうか、そういうヘルプカードもあるわけね。おっ、ご褒美としてアルガス騎士で、そういうことか。そういうことなんかこれ。あれ、いや、まさかの133、そういうことか。うわ、強、かっこ強。いやでもジオン親衛隊もなかなかやるよ。 HP2900、そういうことか。いや、まあちょっと、まあよくできてるといえばよくできてるけど、え、ちょっと修行、え、ガンガンは、え、技、ゼータが覚えたのか。あ、ゼータ乱れ彗星、ちょっとエロいな。まあいいや、そういうことか。カードアルガス騎士団を、まあ、そう、そういうことだよね。アルガス騎士団を出すためにめちゃめちゃカード出すやらせて、あそこをクリア、今のところをクリアできるぐらいのカードを集めさせたってことなんかな。だよね。と喋りつつだけども、めちゃめちゃ強くない？バーバリアンザクユ、バーバリアンザク、死ぬほどやばくない？これ、え？こいつめちゃめちゃやばくない？ 44 か。あ、えぐいんだけどダメージが。どっちか倒さんと、これ。ダメージがえぐすぎる。
ハニカム入ってんだけどね。HP もそこそこ高えし。100とか食らったよね。え、まあこれでうわわわわわわ、怖い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 。おお、惜しい。多分これで倒せるはず。おお、ちょっと怖い。ちょっと怖いかな、シャングリラ。でも防具は完璧だよね。完璧だったはずだよね。確か。そうだよね。砲撃。砲撃がクソ安いっつってたから。まあいいや、これで、ここのお子さんにあげるのかな。ああ、そ、それは、アルガス騎士団のカード出す、じゃん。そ、それ欲しい。ちょうだいちょうだい。そうだよね。俺も欲しい。ちっちっち。ただではダメだよ。あの鳥と交換ならいいけどね。どっちもガキ。そんな、どっちも捨てがたいよ。ああ、わかるけど。このカード出すはね、坊や。私たちが汗水、鼻水垂らしながら、苦労して集めたカードなんだよ。まあ確かに苦労はした。げえ、鼻水ついてるの汚いな、やめとこうかな。交渉うめえ。おい、ちょ待ってよ。お茶目なジョークだよ、ジョーク。そのくらい集めるのに苦労したってことさ。本当に鼻水ついてない？つけてない？つけてない。鼻くそはつけてるけど。じゃあいいよ、お兄ちゃんたちの苦労に免じて取り替えてあげるよ。ガウーラの子供を逃がしてやった。ああ逃げちゃった。これでいいのさ。鳥は昔から大空を飛ぶものなんだ。狭いところに閉じ込めていてもかわいそうなだけさ。そうだね。ああ、ハッピーハッピーな終わり方。元気かな、あなたは。お父さんも優しい。よし、じゃあこれであいつのとこ戻ればいいのか。どうやって戻るんだ。あ、違うか、そうか。魔法で戻るのか。じゃあ一旦これセーブして、よし、そういうことね。じゃあアルガスカード出ねえわ。3000だ。あいつめっちゃ強いもん。最強でしょあれ。あれ最強だわ。じゃあまあ一旦、あ、違う、フォンブラウンか。フォンブラウンで、っていうかあいついんのかな。いねえ気がするんだけど。一旦シャングリラに来たからな。シャングリラまで連れてってもらっちゃったから。そうだよね。どうなんだろう。まあ、いなかったらいなかったで、もうストーリーっつうか、あのフィールド、今回やろうとしたようにフィールド進めていくだけだけど、あ、いたいたいた。右上が子供、なんか、ちょっと目が、いかつくない？我が子を助けていただいて、本当にありがとうございます。私は、どうやらもう その前に、今こそ真実を。大丈夫？話は後で。今はゆっくり休んでいた方が。いえ、私はもうダメです。だから今話しておかねば。この子は私の、いえ、子供の前で。子供の前で。私の子供ではありません。この子は私がジオンの追求からかくまっていた伝説のペ。いや、ちょっと面白いけどね。リン、この今はのところで、ペッ、ダメだ、もう息がない。いや、そのトゥートゥーが早いわ、曲終わるの。
ちょっと節操ないな。ガウーラ、僕は前からあなたたちに力を貸すようにと母から言い聞かされていました。母が死んでしまった今、それは遺言でもあります。切り替えが早い。僕でよかったら喜んで協力をします。このガウーラの羽を差し上げます。僕が必要な時いつでも呼び出してください。え、わあ、ごめん、やっちゃった、またやっちゃった。持ち物がいっぱいですね。持てる余裕を作ってまた来てください。ごめんごめんごめん。 FF3 の持ち物がいっぱいです事件、ストーリー何にも進まず持ち物がいっぱいですのセリフのみで、ガウーラの羽、これ呼んでいいですかね。冒険の方はすげえ心配されてる。え、もう手に入っちゃうのこれ。どこ行った、あった、これか、かわいい。あ、山はいけない、森は入れるけど、あー、まあまあそういう感じか。敵出るんかい。よく戦闘曲変わって、ちょっとかっこいい。え、なんで会長ガウダ、なんでお前出るね、なんでお前敵になってんの、なんでお前が敵になってんだよ、ダメだろ、敵になっちゃダメだろお前が。あれか、そっか、ガウダの中でもあいつは特別ってことか、そういうことだね。だ、基本はやっぱりジオン軍なんだね。経験値クソもらえる。オッケー、じゃあま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 あ、あれもそのまんまでもよかったか。呼んだ状態で、てん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 、曲が渋いね。はい、では次回、シャングリラの街の先ですね、あの小屋、物知りじいさんがいるみたいな小屋かな、そういうところから出発したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。